起伏の激しい難コーススーパーワールドブリーダーズカップウィンター、まずまずのスタートを切りました。果たして何が行くのでありましょうか。オルコックアラビアンが先手を取ります。そしてその後ろから7番ラテトラーク、9番エクリプス、そのうち8番ミルリーフ、そして5番手に10番キンテムでやります。その外スーッとバルブの車から上がっていきました。内から1頭2番オーモンド、海底神殿を右手に見ながら14頭が駆け抜けていきます。5番ゴドルフィンバルブ、6番マッジェム、その後ろ3馬身くらいあってダーレーアラビアン、それから4番ポセイドンルージュ、バイアリーターク、それからデンマコンフォーム、9車2頭出しであります。しんがりから14番アイシングラスでやります。前でやりますが前、先頭は依然として12番オルコックアラビアン、あとはずっと下がってこれが7番ラテトラーク、外から1頭9番エクリプス、ミルリーフがかわしていきました。これが1番人気のバルブの車かシャンタル騎手、この手応えはどうか。さあオルコックが逃げる、オルコックが逃げる、これを追いかける各馬の足色はどうなんだ。先頭行く、オレンジの帽子はオルコックアラビアン、まだ先頭オルコックアラビアン、8番ミルリーフ、エクリプスが2番手、バルゴのシャカも懸命に追う、先頭はオルコックアラビアン、まだ粘っている、青い帽子ゴドルフィンバルブ、かわしたバルゴのシャカ、先頭ポセイドンルージュが2番手、ポセイドンルージュが先頭に変わった、2頭火花が散る、火花が散る、負けられない、ピンクレディ譲れない、抜けた先生、非常に際どくなりました。